機関機体行こうかなと思いますが、3個目ね。どうかな。とりあえず行っちゃおうか。とりあえず、一回普通にやってみて、で、その手応え次第で調整していく感じで、行きましょうかね。一回やってみんとわからないな。どういうあれなんだろうね。120。まあでも大体この追加されてるこの辺をうまく使った方がスムーズにいきそうな雰囲気は感じるよね。この辺はどうなんだろう。おまけ程度に考えてやっちゃっていいのかな。あと40。という弓形か40。この20しかないか。じゃあこれで行ってみるか。ちょ、とりあえず一回行かんとようわからんねん。で、一応。一応この辺。元素反応だけ起こせるようにしとこうか。感じだろうね。一発でここも取れればいいけど、一回手応え見てみてよ、わからないな。なんか、基本的にこっちを押さえとけばいいっていうことなのかな。ダメージ。わからんから、ざっくり置いて、ざっくり置いてっちゃうよ。とりあえずこれでちょっと一回様子見てみよう。どう来るのか全く分かんないから、から回ってくることもあんのかな。一応右からしか来ないと思ってんだけど、
羽のポイントが上がらんのだ。でかいのとこ来るのかな。でかいの来たね。全然止めるねこれ。こいつぐるぐる回るだけ。なんか変な風にそうぐるぐるなるようになんかなってるやつあったな。これで進むのかな。あ、行った。あ、完全だ。よかったらしい。問題はこっからやな。次のが問題なんや。でもとりあえずキャラクターはダメージ、キャラクター自身でダメージを与えられないから、幻想反応だけ起こせるようにキャラ選んどかんといけんね。あんま使わないけどな。じゃあこの難しいバージョンいってみようか。
かくこれはで、これも強化した方がいいでしょう。あとは、基礎攻撃で発射された矢は時間が経つにつれて強化していく。時間で。失敗以上の敵に対してダメージアピールかな。246。10なら入れとけか。これでいこうか。でメンバーはまあパッと元素反応起こせるキャラだけ選んどいて、どこに置くかだよね。基本的にさっきと同じルートで来るんだったら右に固めとけばいいっていうことになるから、どうなんだろうね。一緒なのかな。左から来る感じはない。左からは来ないんだろうから、ここで思いっきり攻撃するか。思いっきり攻撃して、ここを出せます。で、こう出せて、炎でいいかな。炎1個しかいかないのか。もう、あ、これ足りない。なんか手に入り次第この辺とか、あっこ一個固めてここも固めるみたいな感じにすればいいか。行ってみよう。どうかな。あの矢をまあめちゃめちゃ強化してあるから、割と早い段階でダメージ与えれる方がメリットがあるかなという判断。強化はしてあるから、縦のやつを、縦を燃やさんとやばい。攻撃しろ。あれ、こいつぐるぐる回る系か。デカめのやつはぐるぐる回るだけっていう感じなのかな。大丈夫なのかな、ほっといて。2周目で行くのかどうなのか、そこはあるよね。てか、あのポイント入んないんだな。記述点っていうのかな。
増設すればいいかなと思ってたけど、倒しても入らないね。まあ、早い系のはとりあえずちょっと足止めしといた方が。この早い系のやつをちょっと、こいつらはとりあえずスルーで良さそうだから、あれ30ポイントだけ入ってんな。あれていうか、あのあれが壊れてない？あれ、ここ氷のやつあったよね。壊れてんな。100ポイントいるんよね。あ、てかやっぱだんだん壊れていくんだこれ。てかここの、あ、向こう入ってる。あの矢のやつもなくなってるもんな。壊れるんだ。え、じゃあなんかやばいじゃん。記事地点が。あれ増えないとやばいじゃん。かな。意外と記述点が増えていかない。なんかあんのかな、ポイントが。やっぱそれ早い。え、なんか止まってる。あと2匹。これ、こいつ倒せるかどうかがでかい。ナイス。あ、2500超えた。あぶねえ。こいつ、硬いな。入っていく。
なるほど。ギリだね。2500で多分1億クリアでしょ。際どい。ギリではある。壊れるんだね、途中で。なんだろう、どういう機種なんだろう。途中で壊れるのやばいな。41万モラとかになった。いいね。機関機玉、一応もらえるもんは今のところもらえてる、まあ、もらえるもんもらえてりゃええかな。でこの辺が開いてんすよね。これちょっと枠変えていこうか。